こんにちは、UXDB のレオです。今日はベストバイのオンラインオーダーと、えー、店頭ピックアップの手順を説明したいと思います、まあ。チュートリアル動画です。チュートリアル動画と見せかけて、散財報告です。G7XM2 を手に入れました。イエーイ。 ま、さて、早速、真面目にチュートリアルします。オンラインオーダーをするために、当然ですが、まずベストバイのサイトに行ってください。で、そこのサイトで、まあ、検索をするんですけど、このベストバイのウェブサイトのユーザーエクスペリエンス、UX が本当に悪くて、 あのまずそもそも虫眼鏡のボタンは押せないしでこれ今ずっとローディング画面になってますけどあのカテゴリーから探していっても、えー、どっかでこうやってスタックしてしまうっていうあの非常に使い勝手の悪いウェブサイトを未だに使ってるベストバイ。 オプティマイゼーションしてほしいですね。なんで今回は、えっと、G7XM2 を買うというか、まあ、オンラインオーダーしてピックアップするというところの動画なんで、えー、G7XM2、えー、キャノンのカメラのページに行っています。で探してで、えー、商品を見つけたらその商品ページで、えっと r 2 c a r じゃなくて、Reserve in Store かなっていうボタンを押すんですけど、これ間違えて、なんだろう、多分オンラインオーダーのページなんですかね。間違えて押しちゃって、間違えて押したら、その、それきり、もう元にも、前のページに戻れなくなっちゃったっていう <laughs>、また、えっ、ー、と、これもまたスタックしてるっていう様子です。全然カット、 動画的にカットせずにあのずっと出してるっていうのはまあなんかこのいかにストレスがたまるかっていうのを見ていただこうと思ってあえてそのままにしていますはいでもどうしようもないんで一回戻って全部やり直してます本当にこれで離脱する人もいますよねまあでもね バンクーバー他に家電を買うチョイスがないんでアマゾンでオーダーしても遅いしそもそもアマゾンの品ぞれがあのめちゃくちゃ悪いしで、えー、とリザーブインストアをして、えー、ここはあのなんか保険みたいなのに追加で加入しますかと聞かれるのであの色付きのボタンじゃなくてその下のノーサンクスを押してで、えー、自分が受け取りたい店のロケーション 僕の場合はバンクーバーとか入れてで、検索。出てくるのが、このリストが、えっと、その商品が、在庫がある店の一覧ですね。まあ、ある店が、色がついていると。なんで、それをセレクトして。で、チェックして、まあ、どこの店で受け取るか、そして、どの商品か。 で、値段がタック数含めていくらになるかチェックしてコンティニュー。えっ、ー、と、ここは自分の情報を入れて、で、最後の確認をして、そして、もうこれが最後のボタンですね。これボタンを押したら、もう予約が完了します。そして、えー、お店に商品が届くと、ベストバイから、 連絡が来ます。まあ、届くというか在庫があるはずなのであなたの商品準備できましたよと来ます。でこれが来たら受け取れるのでお店に行きましょう。えー、前も紹介したベストバイダウンタウンにあるベストバイなんですけどこの左のところがピックアッププレイスです。なんですけど、まあ、せっかく来たんで受け取る前に1回 一周しますすこれが、えー、僕の習慣です皆さんそうでしょうね。えー、ソニーのカメラ安くなってるかなとか <laughs> っていうかソニーの RX100M3 と最後まで悩んだんでうんーって最後本当に受け取る前にもう一回見てたんですけど <laughs> まあキヤノンの G7X にしました。 あと今なんかアクセサリーもどんなのがあるかなということでちょっとこれ見切れてるんですけどゴリラポットがちょっと欲しいんでそれを見たりであとこれは実はついでにというか一緒に買ったのがメモリーカードもうもともとそこまでここまで動画を撮るっていう生活してなかったんで16ギガの メモリーカードしか持ってなかったんですけど最近すぐにフルになっちゃって使い勝手が悪いんで64ギガのメモリーカードを買いましたソニーのクラス10の UHS3 の SD カード結構早い企画だと思うんですけど 4K 対応ですねこれ32ドルぐらいかな結構セールして売っててまあ即買いましたうんじゃあここからピックアップです はいこんな感じでオーダーするんですけどこれベストバイのポイントカードですポイント率悪いですけどね。一応持ってます 別に宣伝じゃないですよ。<laughs> <Thank you. S 1> こんな感じで。全然サクッと。えっと。 買っったものと名前言ってえ見えないところで身分証明書を出してるかな確か2つぐらい出してます。確かで受け取り完了そしてゲットしました G7XM2 あとは SD カードさっき見てたやつですはい、こんな感じでいかがでしたでしょうかえ今回の動画ももし なるほどとか興味深いって思ってもらいましたら、えー、いいね評価とそしてコメントあとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いしますちょっとずつ伸びていて毎日 YouTube 見るのが楽しいなっていう感じですじゃあまた次の動画ででは